山口県長戸市長、元長戸市議会議員、山口県日置町に生まれる。父親の江原清は、日置町長を6期務めた。日置町立日置小学校、日置町立日置中学校、山口県立大津高等学校卒業。1986年3月、専修大学経済学部卒業。同年4月、水穂銀行の全身銀行に就職。 倉敷市店長を務めた。2013年4月、水保ヒューマンサービス株式会社移動。2016年11月に帰郷2017年4月の長戸市議会議員選挙に立候補し、トップ当選を果たした。市議時代は自由民主党日置市部長を務めた。2019年5月10日、人気満了に伴う長戸市長選挙に立候補する意向を表明。その後、 現職の大西倉尾も参戦を目指し出馬表明した。同年11月17日執行の市長選で、大西は自民党、公明党の推薦と、笠本都也県議、市議会議員18人中17人、地元主要企業の支援を受けて組織選を展開した。安倍晋三派の前田慎太郎下関市長や藤井、立子周南市長ら近隣市長も、体制の応援に駆けつけ、 戦隊では、安倍事務所の筆頭秘書が指揮を取ったが、江原が大西との一騎打ちを制止初当選を果たした。11月27日、市長就任。当日有権者数29,176人、最終投票率62.57%。ありがとうございます。